ここは居酒屋ノブ。ごく普通の居酒屋なんですが、不思議なことが一つ。実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんです。いよ、いらっしゃいませ。いらっしゃい。息子に頼まれたものを持ってきたよ。息子？ハンスさんにですか？そうよ。はあ、これビールジョッキ？はあ、これは立派な。綺麗。本当ですね。まるでドレスデンのガラス細工だ。なんだそれ。いえ、こっちの話です。ハンスのやつ。どうしよう親父、ノブのジョッキはあっちまったよとか言って泣きついてきやがったもんだよ。言ってやったよ、形あるものはいつか壊れる、始まりがあれば終わりがあるってな。でも割れたのは一つですよ。まあもう一つはわびちんさ。一つ借りができたら二つ恩を返す、それが男の心意気ってもんよ。すみません、逆に気を使ってもらって。いいってことよ。俺も一杯もらおうか。わかりました。プロジあそこのお客さんたち盛り上がってますね。ああ何かのお祝いですかね。お、ありゃ花園の熊手のおやっさんじゃねえか。ご存知なんですか。俺が見習いの頃からある店だよ。ミードのうまい店でさ。ミードって？蜂蜜で作った酒のことさ。世界で一番古い酒だって言われてる。開店以来一日も休んだことがないってことで有名なんだ。俺もよく通ったもんだよ。一日もですか？それはすごいですね。今日は店どうしたんだろうな。ちょっと声かけてくるか。お、うん、お、おやさん、大将にしのぶちゃんだ。おお、よろしく。俺はビョエルンってんだ。しかし、おやっさんがノブに来るなんて驚いたぜ。ああ、騒がせてすまねえな。俺が引退するってんで、みんな集まってくれてんだ。え？頼んでもねえのによ。おやっさん引退すんのか？去年、腰をやっちまってから、だましだまし来たか。そうもいかなくなっちまった。潮時ってやつさ。おやっさん。それに、このままだと、孫が俺のことを知らないまま育っちまいそうだしよ。うちの息子は飲み屋を継ぐよりよっぽど稼げる仕事につけてるし、店もあちこちガタが来ちまったし、続ける理由は一つもねえが、辞める理由なら山ほどあらな。そうなのか。そうだ、大将、何か祝いの料理でも作ってくれや。とびきりめでたいもんがいいな。なんせ俺の門出なんだから。あんたの見立てでいいからさ。かしこまりました。しかしここはいい店だな。俺んとこによく似てるよ。いい酒場ってのは条件があるんだ。うまい酒に魚、それとは別に本当に大事なもんがあるのさ。本当に大事なもの？この店はもう持ってると思うぜ。なんせ俺の店と同じくらいいい店だからな。よく言うぜビョエル、お前んとこの店じゃこんなうまいもんは出てこねえだろうが。何十年もうちに入り浸ってたやつに言われたくねえよ。おお、いい音が聞こえてきたな。さあ何が出てくるのかな。さあできましたよ。初夏の天ぷら盛り合わせです。こちらがつゆ、こちらが塩です。お好みでお使いください。うわぁ、うまそうだ。ビョエルン、俺にも食わせてくれよ。待て待て、最初にビョエルンが食べてからだ。こいつはフリッターかい、大将？まあそのようなものです。天ぷらでは衣を広げることを花を咲かせると言います。今日はお客様の門出と聞きましたので。花？そうか、これは大将から俺への花束ってことかい。はい。なるほど、気が利いた料理だ。大将の花束、喜んで受け取るぜ。
おお、こりゃサクサクとプリプリが一度に口に押し寄せやがる。食ったことのねえ感じだ。それじゃ今度はこっちの塩で。うん、こっちもあっさりしていい味だ。うん、こいつはシュパーゲルか。はい、アスパラです。こちらでいうシュパーゲルは春を告げるめでたいものだと。ああ、その通りだ。こちらの塩もおすすめですよ。この緑色は何だい。抹茶を、ハーブのようなものです。おお、そりゃ面白い。ハーブの風味と苦味が何とも言えねえ味だ。いろいろな工夫がしてあってびっくりだよ。喜んでもらえれば幸いです。あ、俺らも食おうぜ。隊長、俺らにも作ってくれよ。はい、わかりました。ですがその前に、これは天ぷらにもあったハモを吸い物にしました。ハモ、アナゴのような魚です。いい風味になってますよ。おお、ここにも花が咲いてやがる。ボタンハモと言います。ボタンハモ。ハモは骨の多い魚でして、調理するためには骨切りといって、細かい骨を断ち切る作業が必要なんですが、この骨切りしたハモの実を湯引きすると綺麗に丸まって、まるでボタンという花が咲いたようになることから、ボタンハモと呼ばれてるんです。安心したよ。相手エリアにこんな店があったなんてな。ビョエルンさん。そうだ、これからはここに通うとしよう。今度は客としてお前らに付き合ってやるよ。そりゃいい。お前んとこ行くよりずっといいもん食えるしな。うまい酒にうまい魚で毎晩パーッと。でももうあの店のミードが飲めないのは寂しいもんだな。ああ、なんかあっちゃあの店に集まってた。いや、何にもなくても集まってたよ。そうだって。それでみんなの顔見ちゃたいもない話してよ。ああ、そうだった。そんな場所がなくなっちまうなんてな。この数十年、毎日楽しかった。酒の種類もそんなにない。魚も大してうまくない。そんな俺の店がここまでやってこれたのはお前らのおかげだよ。ありがとな、本当に。ありがとう。俺たちはお前の店のことはずっと忘れねえよ。なあ大将、さっきのジョッキだが、おやさんがここに通ってくれるんなら。分かっています。これはビョエルンさんの専用ジョッキにしましょう。おやさん、それは俺からの花束だ。花垂れ小僧だったのに立派なもん作るようになりやがって。ありがたく受け取るよ。プロジェット。うん、プロジェット。こっちとも乾杯し直そうぜ。ママ兄ちゃん、お待たせしました。お、いいタイミングだぜお嬢さん。じゃあ行くぞ、プロジェット。では私はこれで。お疲れ様でした。お疲れ様。あれ、一人？ベルトホルトさんは？あそこの角で待っています。お店の前まで来るのは恥ずかしいそうです。ああ、そうなんだ。では失礼します。気をつけてね。しのぶちゃん、ハモのお吸い物取ってあるから飲んでいきなよ。ありがとう大将。いただきます。うん、おいしい。本当はやめたくなかったのかな。ビョエルンさんの背中、もう少し続けたかったって言ってたような気がした。いろいろやめる理由探してたね。ああ、あんなにたくさん探さないとやめることができなかったのね。それでもやめ時を自分で決められたんだ。それができるのは立派なことだよ。
いい酒場ってのは条件があるんだ。うまい酒に魚、それとは別に本当に大事なもんがあるのさ。いい店の条件ってなんだろう。次はノブプラス。季節の味をギュギュッと一つに、フライパンで美味しい天ぷらができるんです。キジマリウタがノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジ。引退の花向けでとびっきりうまいもん食わせてくれって言われて天ぷら、その時の季節の美味しいものを天ぷらで出す。わあ豪華なイメージ。じゃあ今日天ぷらいっちゃう。今回はかき揚げをやりたいと思います。嬉しい。普段家でも揚げ物あんまりしない人でもやりやすいような失敗しづらいかき揚げっていうのを紹介したいと思います。素敵、教えて。玉ねぎに人参に桜エビって材料は普通よね。玉ねぎはまずこの根元の部分だけ切り取ります。おうおう、こうやって包丁入れるのね。こう5ミリ幅に切っていきます。はい。人参です。まず縦にこんな感じで薄く切って、端から細切りにしていきます。あ、玉ねぎとサイズ揃えるんだ。桜エビを入れます。かき揚げを作ったことがある人は分かると思うんですけど、揚げてるうちにどんどん鍋の中でパラパラになっていっちゃう。そうなの。そうさせないために一つ技があります。え、何？小麦粉を先にこの具材にまぶしちゃう。あら。で、今日はちょっとサクッと仕上げたいので片栗粉も少し入れます。そうか。とこの具材の一つ一つにしっかりと粉をまずまぶしつけるイメージです。これがポイントってわけ。卵黄とお水、なるべくお水は冷たいお水を使ってください。はい、冷え冷えの卵水ね。これを入れます。粉同士がくっついてくれて具がバラバラにならない。これでいい衣になるんだ。これ普通のフライパン使います。え、フライパンでできるの。1センチ深さぐらいまで油が入ってる状態です。これだけあれば十分かき揚げ上がります。油1センチでいいんだ。このお箸の先っぽちょっと水で濡らして、うん、入れた瞬間シュワシュワシュワって細かい泡が出ればだいたい170度ぐらいです。あ、出てきた出てきた。これでいいの。一回スプーンに油を絡めてください。こうすると具材がくっつきづらくなります。さすが。中に入れていきます。普通の作り方やったらこんな入れ方したらもうバラバラになっちゃうんですけど、今日のやり方だとバラバラになりづらいです。具材に粉がよく絡みついてるからね。入れたらですね、お箸をちょっと刺してほぐします。了解。2分ぐらい経ちましたので一度裏返します。はい。裏返したらもう一回ブスブスと刺してください。ほうほう。最後油の温度をグーッと上げて衣の中から水分と油を外に全部出しちゃってカリッと仕上げるっていうイメージです。揚げていきましょう。はあ、あんなに少ない油でちゃんと揚がってる。天ぷらって家でやるにはちょっとハードル高いと思ってる方にも、この作り方だったらかき揚げは簡単に作れます。お蕎麦とか麺の上に乗っけてもいいですよね。ビールも日本酒も焼酎も合うと思うのでぜひ作ってみてください。それじゃ早速一口。うん、サクサクで野菜の甘みと桜エビの風味が合体。フライパンで簡単。ぜひ作ってみてね。行こう今日をもっと楽しまないと、明日はまだ少し先でしょ。何も言わなくても笑顔の君がいつも迎え。異世界居酒屋こと相手エリアの居酒屋ノブはこちらになります。美味しい物語をどうぞご賞味ください。